はい、お疲れ。今帰ってきたんで、今、材料見たら、イカフライあったんで、あと冷蔵庫に豚肉ともやしあったんで、イカフライのトンペ焼き作るぜ。トンペ焼きなんで、卵だよね。卵。おや。で、小麦粉大さじ1。に、片栗粉、ちょっと、まあ、ちょっとというか、小さじ1くらい入れて、お水が大さじ2かな。で、これ生地作ります。で、こっちも結構混ぜてるんで、混ぜてみてください。ご飯。はい、今日はコンペ焼き。中身ですね。で、ごま油。油引いて、豚肉。今日はメインが、イカフライっていうお菓子ある。あれをメインにしてるから、とりあえずね、よいしょ。これ炒めちゃう。塩コショウ、飲みながら。あ、待ってね。まあ、こんな感じで炒めていきます。いい香り。本当は豚肉の代わりにイカフライバージョンだったんだけど、冷蔵庫にありましたからね。で、これを一回別皿に取っておきます。はい、ここからメイン。油引いて油になじませます。これの油でさっき作った生地、これを混ぜます。今日は一人用だからちょっと早くないですね。まあまあ、ありがとう。ここにとろけるチーズを入れて、今日の俺のメイン、イカフライ。じゃん、これをじゃんのけちゃう。さっき炒めたもやしと、もやしと豚肉ちょっと入れた。これを包めばコンペ焼きです。あーめ、今日は贅沢に2枚でしょ。やばい。なんかすごい、逆に綺麗すぎない？まあ、コンペ焼きですね。ほぼ完成。ここにホタテソース、あ、ちょうどなくなる感じがいいね。香ばしい匂いがあります。もうちょっと食べるかな。もう今日はうまそう。大盛りなかったから、まあ、このままでいくね。ここに仕上げのマヨネーズ。はい、完成。うまそう。完成です。あー、いい匂い。ちょっとこれでちょっと弱。さーて、今日のおつまみ、イカフライか。もうちょっと加速したいね。ぐちゃぐちゃになったけど味は多分うまい。いただきます。うまい。ああ、うまい。紅しょうが好きね。って感じで食べてください。